終電。終電とは、終電車の略で、ある鉄道路線の営業時間帯において、最後に運転される電車、列車を指す。最終電車、最終列車、終列車、終発、終車とも呼ばれる。また、利用者個人の降車駅に対する最終電車の意味で、用いられることも多い。終電は、都市部などに、鉄道で来ている人が、そのまま夜を明かさずに帰宅することのできる、最終便となるため、その注目度は高い。終電案内などといった時刻表示が、初電の案内とともに、駅入り口に掲示されていたり、時多を含めた、最終接続時刻、接続路線の終電に乗り継げる最後の電車を、掲載している事業者が当たり、終電の時刻を調べることができるウェブサイトが存在することなどからも注目度が推し量れる。都市部における終電は混雑することが多い。これは終電間近は日中や夕方ラッシュ時よりも運転本数が少なくなることによる。特に金曜日、土曜日祝日の前日、忘年会シーズンの終電は朝ラッシュ時以上の混雑となり、電車の発車時刻が大幅に遅れることが多い。このため、休前日限定の臨時列車が設定されることもある。終電が発車する際に、普段は流れない発車ベルや発車メロディが流れることがある。例として、阪急電鉄梅田駅では、終電間際になると、終電間際であることを乗客に知らせるため映画、第三の男メロディが流れ、発車メロディの余韻も通常よりも長くなる。また、各線で終電時刻が異なることから東京、山手線の E231 系電車、中央線や京浜東北線、根岸線などの E233 系電車の各ドア右の液晶ディスプレイ、乗り換え案内などには22時30分以降になると、お乗り換えのお客様は終電の時間にご注意くださいという文字が表示される。また、東急電鉄など、乗り換え案内の液晶ディスプレイの使用自体を停止するところもある。名古屋市営地下鉄の場合、終電のみ、発車の際の自動放送が、最終電車、扉にご注意くださいと終電であることを強調する内容になる。鉄道で移動している人は、自宅、目的地の駅に到着する終電に乗り損ねた場合、深夜ということもあり、その日のうちに帰宅することや目的地に到達することが著しく困難になるため、各事業者などで連携し合い、接続も考慮されている。そのため、接続待ちで終電が遅れることは珍しくない。ただし、事業者間によっては、終電の接続を行っていない場合もあり、駅にその旨が掲示されていることもある。また、接続元の路線が大幅に遅れている場合なども、本来接続する路線であってもその電車の到着を待たず接続しないで発車することがある。このケースでは特に後続列車への影響が大きくなることも一因となるため、場合によっては当該列車を先に進めて後続列車から接続を取れるように図ることもある。また、線区によっては途中駅で長時間停車し後発の列車から乗り継げるようなダイヤをあらかじめ設定している場合もある。日本の東京通勤圏は都心の山手線を中心として外側に放射状に各路線が伸び、山手線の接続待ちでほぼすべての放射路線の終電を遅らせることもある。それによってその路線からさらに接続する路線の終電も遅れることになる。ただし山手線が30分以上など大幅に遅れている場合、本来接続するべきだが接続しないこともある、所定接続の回。新幹線に大幅な遅延が生じた場合には、終電後の時間帯であっても、東京の電車特定区間などに臨時列車を運転して、乗客の帰宅の便を図ることがある。乗車券の有効期限となる日をまたぐ列車や、翌日の0時以降発の列車に乗車する場合で、あっても、青春18切符などの一部の例外を除き、基本的に前日の乗車券でも有効である。また、有効区間が残った状態で先に行く列車がない場合には、普通乗車券の有効期限が切れていても翌日の列車に乗車することもできる。この場合、途中下車不可の乗車券の場合でも、営業終了後の改札閉鎖などの事情により一時出場などの取り扱いとなる場合がある。ただし、現在では、自動券売機の高機能化に伴い、終電までにたどり着ける範囲に対応する形で、発売する運賃の範囲を段階的に狭める設定を行い、このような事態の発生を回避する事業者も少なくな。地域により差はあるものの、都心部では、終着時刻が0時30分から1時前後、郊外で23時から24時前後となる場合が多い。深夜に都心に向かう列車については、利用者も少ないため逆方向ほど綿密な体制は取られていないことが多い。区間ごとに終電を設けず、長距離を走行する列車を終電としてしまう場合もある。例は、下りを含めた郊外の路線にも言える。この場合、運行距離が長いほど、ターミナル駅に近い駅の終電時刻も早くなる。また、郊外では上下で終電の時間が大幅に異なる場合も少なくない。端な例では、上り終電として運転した列車がそのまま、下り終電として折り返すものもあるので、うっかり乗り過ごしてしまうと、朝まで U ターンできなくなるということも起こりやすい。これは、終電の終着駅を乗務員が営業運転終了後に仮眠を取るための拠点がある、駅などに設定していることによる。静岡鉄道や高松琴平電鉄など、金曜日、路線によっては、土曜日もに限り、終電後に臨時列車を設定している路線もある。東海道本線では毎週金曜日と特定日に沼津駅を23時59分に発車する快速列が設定されている。一部の路線、特に私鉄では土曜日、日曜日、休日は平日よりも終電が早いので注意が必要である。関東地方の通勤路線では私鉄各線は終電が早く、JR 各線は国鉄時代から遅い傾向がある。山手線の駅を最も遅い時刻に発車する放射路線は新宿駅を1時1分に発車する JR 中央線各駅停車三鷹行、三鷹駅1時21分にであり、山手線の駅を深夜1時台に発車する唯一の放射路線でもある。参考として2分早い0時59分に品川駅を発車する京浜東北線蒲田行の列車がある。始発駅の時刻として遅いものは、山手線内では、常磐線快速電車の上野駅0時51分発、松戸行で、山手線内に限らなければ、埼京線、赤羽線赤羽駅1時3分発池袋行。これは、JR の上り列車の発車時としては、最も遅い、東京地下鉄千代田線。実質的に常磐線各駅停車北千住駅1時4分発、松戸行などがある。私鉄の場合は、新線新宿駅を0時55分に発車する、京王新線の桜上水行が、最も遅く山手のターミナルを発車する列車である。上りでは、JR の近距離電車でも下りに比べるとやや早く、都心に至る終電の始発駅時刻はほぼ0時前に設定されている。始発駅時刻が0時台に設定されているのは、ある程度距離を運転するものでは、中央線各駅停車の高尾0時13分発、中野行、常磐線快速電車の取手駅0時8分発、快速上野行、京葉線の蘇我駅0時発各駅停車東京行が挙げられる程度であ。大手私鉄では上り、毎日が比較的早いほか、上下とも土曜。休日の終電が平日より早い場合がある。JR の中距離列車は、遅いところでも下りの都心側始発駅の時刻が23時台、おおむね 100km 前後のエリア、上りの都心終着は24時前後と、全般的に早い。ただし上り、下りともに、電車特定区間内においては中距離列車と並行して走る近距離電車が、実質的な終電としての役割を担うことがあり、一例として、高崎線の上野駅23時42分発、高崎行の発車後、京浜東北線の同駅24時31分発、大宮行が川口大宮間24時48分発、赤羽行が赤羽駅への実質的な終電となっている。終着駅到着時刻で最も遅いのは高尾、中央線各駅停車、高崎線期の1時37分である。JR の東京近郊路線では1時10分20分に設定されている。私鉄では平日で0時50分から1時前後が多い。休日では0時40分前後に設定されている路線が多い。私鉄の終着駅到着時刻で遅い例としては、西武新宿線新所沢期の1時28分などがある。私鉄の中には、工事時間の確保や従事する係員の勤務条件、線路閉鎖、停電の関係などで、あらかじめ営業時間が決められており、その枠の中で終電が終着駅に到着するようにダイヤが組まれている道もある。京成電鉄、京浜急行電鉄は全列車が1時までに終着駅、または車庫、留置線に到着するダイヤになっている。関西地方、中部地方の通勤路線では関東に比べて JR、私鉄ともにやや早い傾向がある。ただし、私鉄や地下鉄の中でも神戸電鉄や神戸市営地下鉄は JR 線との接続の関係上、終着駅到着が午前1時を過ぎる列車がある。西日本旅客鉄道 JR 西日本では遠距離通勤者に配慮し都市部に限らず終電の終着駅の到着時刻が遅い。新幹線などを除き、戦術の補選作業の制約がない場合が多いが、福知山線脱線事故をきっかけに2009年、平成21年3月14日のダイヤ改正で終電を繰り上げた。高槻駅1時5分ぎ0時54分ぎ、京都駅0時20分頃きの湖西線、奈良線は0時前後など2010、平成22年3月13日のダイヤ改正までは、新大阪発の快速紀伊田辺行きが、紀勢本線紀伊田辺駅に1時47分に到着しており、昔の夜行列車の流れを組んだ列車。紀勢本線夜行列車参照、日本一遅い時間に到着する終電であった。この日の改正で、行き先が御坊行き、1時11分ぎに短縮されたため、日本一遅い終電ではなくなった。そのため、関西地方では JR 神戸線の普通西明石駅1時36分ぎが最も遅くなった。また、この改正までは安駅も1時30分に終電が到着していたが、当該列車は廃止されて1時8分になっている。なお、西明石駅の下り最終列車は2016年、平成28年3月26日のダイヤ改正において、西明石駅到着が1時38分ぎに繰り下げられ、日本一遅い時間に到着する終電となった。大阪市内へ向かう列車については、JR、私鉄とも、都心駅、梅田、難波などへの最終到着時刻が0時30分前後に設定されていることが一般的であるが、遅い例としては、JR では、神戸線西明石発の各駅停車大阪駅最終が、同駅時1時11分であり、大手私鉄では関西国際空港を抱える南海本線、空港線において夜間の到着便利用者に配慮し、関西空港23時55分発の空港急行難波駅最終から泉佐野で接続を受ける普通車難波駅最終が難波に0時57分に到着する。一方、大阪市内方面行きの始発駅の発車時刻は、関東地方と同様に0時前が最終になっていることが一般的であるが、始発時刻が午前0時を過ぎるものは、ある程度距離を運転するものでは先日の西明石発、大阪行き、0時2分発のほか、JR 京都線の京都発、各駅停車大阪駅最終、0時14分発。大阪行も一時と遅い、私鉄では、阪神南波線の尼崎発近鉄奈良線東、花園行き最終、0時発が挙げられる。阪急電鉄梅田駅は、京都本線、宝塚本線、神戸本線の最終電車が0時25分に、京都本線、小尺行き、宝塚本線ひばりが丘花屋敷行き、神戸本線西宮北口行き発車する。同様に、近畿日本鉄道鶴橋駅は、奈良線、大阪線の最終電車が0時31分に、奈良線東花園駅、大阪線高安駅、南海電気鉄道難波駅は、南海本線、高野線の最終電車が0時25分に、南海本線住之江駅、高野線堺東駅発車する。京阪電気鉄道は0時50分、南海電気鉄道は全列車が1時までに、終着駅、真和、車庫、留置線に到着するダイヤになっている。なお、第二次世界大戦前の京阪電気、鉄道京阪本線や新京阪線、現在の阪急京都本線では、午前2時30分頃まで列車が運行されていたケースもあった。北海道旅客鉄道 JR 北海道管内は札幌駅を発車するすべての最終列車が23時59分に発車する。最終列車の到着時刻が最も遅いのは函館本線岩見沢駅の0時43分に、次いで千歳線千歳駅の0時39分にである。もともと北海道の鉄道は札幌都市圏を除いて運行本数が少なく最終列車が早い路線が多い。仙台エリアでは2015年3月13日までは東北新幹線の臨時列車運転原則として金曜日に伴い仙台駅を発車する東北本線、仙山線仙石線の終電を繰り下げており最終列車の到着が遅いのは白石駅の0時48分であった2012年3月16日までは0時55分だった。また、仙台市地下鉄では、上記の臨時列車運転日には、本来の終電後に上下とも1本増発している。翌14日のダイヤ改正で、東北新幹線と常磐線を除くすべての最終列車が0時2分に発車するダイヤとなった。四国旅客鉄道 JR 四国管内で最も遅くまで運行する最終列車は岡山駅に到着する山陽新幹線の最終列車23時56分儀からの接続を受けて0時12分に発車する快速マリンライナーであり高松駅1時21分儀である。予算線の特急ミッドナイト EXP 高松駅23時46分発は伊予西条駅1時15分儀で、四国の特急列車では到着時刻が最も遅い。広島エリアでは、広島駅にの山陽新幹線最終列車23時53分にの接続に合わせて0時5分11分に発車する最終列車、芸備線を除くが設定されている。最終列車の到着が最も遅いのは、呉線湖駅の1時1分儀であり、山陽本線岩国駅も0時59分儀である。可部線秋、亀山駅が0時43分、山陽本線西条駅が0時44分である。2017年3月4日、改正現在。2010年3月12日までは、岩国駅は1時2分儀、塩口駅は0時50分儀だった。芸備線最終列車は、広島駅23時46分発、下深川駅0時8分儀となっている。九州旅客鉄道 JR 九州管内では、鹿児島本線南福岡駅に1時22分に到着する列車、博多駅1時13分発があったが、これは山陽新幹線の博多駅最終列車が、博多駅の前の小倉駅に停車後、鹿児島本線小倉駅博多駅間の途中駅に乗り付けるようにする目的で運行されており、それが改装も兼ねて車両基地のある南福岡駅まで営業運転を継続しているものあった。この列車は2018年3月17日のダイヤ改正で江別駅までの運転に短縮された。2014年3月14日までは有明の最終列車が熊本駅に到着する時刻が1時48分で、夜行特急以外の列車では最も到着が遅かった。これも九州新幹線部分開業時まで、博多駅西鹿児島駅間に設定されていた夜行特急、ドリームツバメの名残でもあった。翌15日のダイヤ改正で、行き先が長須駅に短縮され、1時20分、九州島内で最も到着が遅い特急列車は、大分駅1時21分儀のソニック61号となった。これらの列車は前日のダイヤ改正にて、有明号は運転取り留め、ソニック号は運転区間の短縮で消滅した。現在最も遅い終着時刻は門司港駅の1時9分となった。また、大分駅を発車するすべての最終列車が23時40分に、鹿児島中央駅を発車する九州新幹線を除く、すべての最終列車が23時50分に発車する。非電化路線の JR 線で最終列車が遅いのは2009年、平成21年3月14日のダイヤ改正当時は、津山線津山駅1時1分に、高徳線高松駅0時59分に、引田駅0時57分になどであったが、すべて2010年、平成22年3月13日のダイヤ改正で、繰り上げ、津山線は、ダイヤ自体の繰り上げ、高徳線高松駅と引田駅は、運行区間の短縮によられた。2018年現在は、津山線津山駅0時43分にが、最も遅い。地方の私鉄では、終電は、早い路線が多い。首都圏郊外にある関東鉄道常総線では、取手駅0時19分発の下り最終列車が、三街道駅0時47分にであり、非電化路線では最も到着時刻が遅い。活性化の一環として、最終を繰り下げた例として、越前鉄道福井駅の終電が23時8分、勝山駅と13分、三国港駅、福井鉄道田原町駅の22時53分、福井駅前発23時4分、平日のみながある。過去に存在した特殊な例としては、製鉄所の高炉が24時間操業を行っていた時期に夜勤者のために地方でも深夜の列車が運行されたケースがある。1979年当時、室蘭製鉄所近くの室蘭本線には、室蘭駅0時35分発東室蘭駅0時49分ぎという列車が存在した。また、釜石製鉄所を抱えていた釜石線と山田線には、それぞれ釜石駅1時20分発と1時25分発の時刻表記掲載の列車が運行されていた。釜石線は遠野駅2時34分に、山田線は陸中山田駅2時22分に。さらに1971年1月時点では、下関駅23時32分発長門市駅2時11分にという列車が運行されていた。また、夜間に実施される祭りや花火大会、コンサート等の際には、通常の最終列車後に臨時列車が運行されることがあり、規模の大きいものは終着駅到着が午前2時を過ぎる場合がある。特に、三重県熊野市の熊野台花火大会の場合は午前4時を超える列車も設定されている。地下鉄の終電は、終電から始発までの間に、トンネルや設備の保守点検、修繕をしている都合上、一般的な路線と比較すると比較的早い傾向があるが、2013年3月に大阪市営地下鉄、現大阪市高速軌道、大阪メトロが堺筋線を除く8路線で終電を10から30分繰り下げたことを皮切りに、東京や名古屋など、各地で終電を繰り下げる動きが高まっている。東京の地下鉄で最も遅くまで運行されている路線は大江戸線であり、光が丘駅1時10分ぎである。同路線は都営地下鉄で唯一一時台まで運行されている路線である。東京地下鉄で最も遅くまで運行されている路線は、前述した千代田線の例を除くと、平日は東西線であり、明定駅0時47分ぎである。当該列車は2013年12月のダイヤ改正で東陽町域の終電を区間延長したものである。土休日は南北線であり、目黒駅0時41分ぎである。始発時刻が最も遅いのは千代田線を除くと、大江戸線光が丘駅の0時35分発都庁前駅、ついで道路線の都庁前駅0時32分発、上野御徒町経由成長白河駅である。ついで副都心線、新宿三丁目駅の0時30分発、平日のみ、日比谷線北千住駅と中目黒駅が、それぞれ0時28分発、土休日は、中目黒駅が0時28分発、北千住駅が0時27分発、丸ノ内線中野坂上駅の0時26分発となるが、これらはいずれも1から3駅で終点、もしくは他路線へ直通する区間列車である。当時、運転の始発時刻が最も遅い路線は、平日は半蔵門線で渋谷駅0時8分発である。土休日は浅草線で押上駅0時5分発である。大阪メトロで最も遅くまで運行されている路線は、御堂筋線である。新大阪駅で東海道新幹線の最終電車から接続を受けるダイヤであり、中百舌駅0時39分ぎである。設定当初は、回送列車を旅客化して設定されたため、新大阪駅以外は降車のみ扱い、時刻表にも記載されていなかった。他の地下鉄路線にも接続していなかったが、2018年3月のダイヤ改正で中央線のコスモスクエア方面の終電が29分遅くなり、中央線の終電に接続するダイヤになった。当時、運転の始発時刻が最も遅いのは、2013年12月のダイヤ改正で終電を最大42分繰り下げた、堺筋線であり、天下茶屋駅0時18分発天神橋筋6丁目駅0時33分ぎである。名古屋市営地下鉄では、全路線の終電が0時30分までに終着駅に到着するダイヤが組まれている。東山線堺駅では両方向の当時、運転の終電が0時2分に、区間運転の終電が0時16分に発車する。2014年7月4日からは金曜日と休日の前日に限り東山線の終電を延長し、同駅では両方向の当時、運転の終電が0時39分に、区間運転の終電が1時1分に発車する。高畑方面の最終列車は、岩塚駅1時14分ぎ、藤ヶ丘方面の最終列車は、星ヶ丘駅1時15分ぎとなり、日本で最も遅くまで運転する地下鉄路線となった。札幌市営地下鉄では、全路線の終電が当時運転であり、すべての終電が始発駅を0時に発車する。全路線が乗り入れる。大通駅では、東西線宮の沢駅の終電が、最も発車時刻が遅く、0時19分発である。続いて、南北線麻生駅が0時16分発、東西線新札幌駅が0時15分発、東方線福住駅が0時12分発と続き、南北線真駒内駅と東方線栄町駅が0時11分発となっている。京都市営地下鉄では、2010年3月19日のダイヤ改正から烏丸線と東西線が乗り入れる烏丸池駅にすべての終電が23時52分に到着して23時55分に発車するダイヤが組まれている。これを京都市交通局ではシンデレラの魔法が切れることにちなみシンデレラクロスと命名している。2015年10月2日からの金曜日に運転されていることきんライナーも同駅に0時22分に到着して0時25分に発車するダイヤが組まれている。新幹線の終電は、新幹線鉄道騒音にかかる環境基準について、昭和50年7月29日付環境庁告示第46号により、ダイヤの乱れや災害などの特殊な場合を除き、騒音対策や保線作業のため、午前0時を過ぎて運行してはならないとの規制がある。そのため東京発の終電で最も遅いのは23時発の上越新幹線、MAX 谷川475号で、終着の高崎駅には23時58分に到着する。到着では、北陸新幹線の剣734号で終着の富山駅には23時59分に到着する。なお、始発についても午前6時以降とこちらも規制されている。ただし、山形新幹線福島駅、新庄駅間、秋田新幹線盛岡駅大曲駅、秋田駅間、いわゆるミニ新幹線区間は、在来線扱いのために適用されず、秋田県大仙市で実施される全国花火競技大会では、こちが0時以降も、在来線区間の秋田駅、盛岡駅大曲駅間で臨時運行される。夜行列車は、起点付近では、終電、終列車、終点付近では、初電、始発列車を兼ねている例がある。初終電として機能させる場合、寝台列車ではなく座席車中心で運行されることが多い。かつての国鉄、JR では普通列車、快速列車の夜行列車も少なくなく、通しの客だけでなく、途中駅への深夜の終電、終列車、途中駅からの早朝の初電、初列車としても機能していた。関西中部地方で、新宮、名古屋まで運転していた時代、あるいは、定期列車時代のムーンライトながらなど、こうした列車は、大都市圏のみならず、地方路線でも早朝、深夜の移動を可能にしていたが、2009年3月13日運転のムーンライトながらを最後に、定期列車での運用は姿を消した。また、1980年頃まで、宇高連絡線には3から4時台に運行する便があり、これに接続して、宇野線宇野駅や予算本線、現、予算線高松駅にも3の4時台に終着、始発となる列車が設定されていたが、これも夜行列車の一種に含めることができる。特急列車の夜行では、サンライズ出雲、瀬戸が座席指定席と同額ののびのび座席を用意し、終わり、初電としても利用できるようになっている。また、国鉄時代には、寝台が長時間使えない列車が数多く設定されていたため、寝台の利用は出発時にセットされていない場合、21時から翌6時まで出発時にセットされている場合には、出発時から翌6時までとされていた。このような列車では寝台を使用しない時間帯で昼行列車の保管を行うために、寝台券を有さずとも、寝台車に乗車することできる制度、通称、昼寝があった。終電は、行き先駅までのすべての駅への足を確保する観点から、普通列車、各駅停車であるのが一般的である。ただし、JR 北海道の一部路線など、通過駅がある場合もある。特急列車、急行列車、快速列車などの速達列車である場合は、途中駅から、各駅停車になるか、または環球接続を行い、普通列車に乗り換えられる場合が多い。山手線内では、並走する通過運転を行う系統は、上野東京ライン、湘南新宿ラインで23時頃、その他の系統でも0時頃までには、運転を終了し、以降の運転は、山手線京浜東北線、中央線各駅停車のみなる。JR の各放射路線についても、中距離各線の下り列車は23時台には、最終列車が発車し、総武快速線中央線、快速も東京駅0時頃発が、最終の快速で、それ以降は、各駅停車のみとなる。総武線各駅停車は、お茶の水駅発着のため、新日本橋駅、馬喰町駅の終発が、やや早い。埼京線は、池袋駅赤羽駅間の赤羽線区間内でのシャトル運転となる。いずれの各線も到着が0時を過ぎる。上りの快速や中距離列車は少数である。例外として、常磐快速線は両端で各駅停車の運転を行っていないため、上下すべての電車が最後まで快速を運転する快通過駅へは途中駅から各駅停車に接続する。遠方の利用者のために遅い時間に速達列車を運転するケースもある。JR 神戸線、京都線の大阪発新快速、学研都市線木津駅、京田辺駅の区間快速、JR 宝塚線篠山口駅快速、阪和線姫野駅区間快速など。また、肥薩線の人吉駅快速、2016年3月26日改正前は、特急の熊川であった。京浜急行電鉄の下り最終金沢文庫行き特急、京阪電気鉄道の上り最終くずの廃棄深夜、急行など発車時刻を極限まで繰り下げる代わりに通過駅への接続を行わない終電が設定される場合もある。これらの中には各駅停車が遠方への快速系統に接続しておらず、途中の通過駅の利用者が快速系統の停車駅まで移動できない場合もある。地方ローカル線においても、需要が少ない上り、中心駅方面で、速達列車を設定している場合がある。例えば、垂水鉄道の垂水発最終の元巣域は、途中神戸駅のみ停車する。名古屋鉄道では、伝統的に多くの路線で優等列車が終電、始発となるようなダイヤが組まれていて、特に名古屋本線の上下線、東岡崎駅までと、名鉄岐阜駅までと常滑、空港線の上り方面は21113月26日のダイヤ改正時より特急ともに全車一般車として運転されている。終電間際でも速達列車の運転がある場合、通常の乗車方法では終電が過ぎていても速達列車で先行して U ターンしたり、反対方向の速達系停車駅まで行ってU ターンすることで間に合う場合もある。この場合はいずれも複乗扱いとなり、重複する区間の往復運賃が別途必要となる。終電の行き先は車両基地のある駅が一般的であるが、日中などには見られない珍しい行き先の電車、列車が運転される例も多数あり、鉄道ファンからも注目されることがある。乗り過ごした場合の足、次線での折り返し、他の鉄道線の利用のほか、タクシーなども含むを確保するため、それらの設備の整った駅や降車確認を行えるだけの駅員が配備されている駅まで営業、以後は改装とする例もある。例えば、大阪市営地下鉄御堂筋線の中、百舌方面から運転される終電近くの2本は梅田行きであったが、実際は中津駅及び新大阪駅に改装していた。2013年3月23日の改正で、当該列車は中津駅及び新大阪駅まで営業運転されるようになった。また、ダイヤの見直しで区間が変更された場合も、改装として対応する場合がある。山陰本線霞駅、高徳線、オレンジタウン駅、淀線近衛駅など。非常に稀ではあるが、利用はできるが、ほぼ意味のない終電もある。2008年当時存在した南海工作線の高野山22時42分発極楽橋行き最終列車がその一例であり、時刻表には掲載されているが、極楽橋駅での接続列車はなかった。当駅周辺は宿泊施設、民家がないどころか、タクシーも入ってこられない山奥であり、当駅から歩くか野宿するしか術がないので、利客がいない。これは、高野山住民への高野山駅行きの最終列車、高野線からの最終列車に接続するを運転するためのケーブルカーのシステムが構想式である、ゆえに発生する列車である。実際の当時最終列車については、路線記事へ。その後、高野線電車への接続のない列車は、回送扱いに変更されたため、現在ではこの最終列車は、営業列車としては存在しなくなっている。かつて、東京など一部の大都市の路面電車、都電などにおいては、識別を容易にするため、終電車の方向幕に赤い電球を点灯して運行し、これを赤電車と呼んだ。終発から一本前の電車は同じく方向幕に青い、実際は緑色電球を点灯したため、青電車と呼ぶ。都電荒川線では、方向幕にその目的専用の赤字。緑地のコマが残されていたが、車両の更新に伴い、現在は終電にのみ最終電車である旨の文字表記がなされている。春日八郎の歌、赤いランプの終列車は、赤電車が庶民にとって馴染み深い頃に作られ、往時の状況を今に伝えている。これらの後ろ身である、公営バスや、その周辺地域の民営バスでも、赤バス、青バスなど、同様の慣習がある事業者も存在している。ただし、方向幕の LED 表示機化が進んでいるため、終バスの表示については点灯カラーの変更のほか、終バス、最終と文字表示したり、文字を反転表示にする、枠で囲むなど、色分けに変わるものもある。またこの慣習を実施していないバス事業者も多くある。日本の鉄道の LED 表示では、首都圏新都市鉄道、つくばエクスプレス線で終電の行き先表示に最終の文字が入るなどの例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。